この項目では日本の鉄道車両メーカーである日本車両製造が北アメリカの鉄道路線向けに展開していた機動車について解説する。アメリカの安全基準や環境基準に基づいた設計を採用した車両で2019年の時点で2つの鉄道事業者が運用している。日本車両製造による公式のブランド名は存在しない。 行き過ぎたモータリーゼーションの弊害として生じた自動車による渋滞、都市環境の悪化への対策からアメリカ合衆国やカナダなど北アメリカでは鉄道の見直しが進んでおり、鉄道を軸とした都市交通計画が積極的に推進されている。だが、すぐに大規模な鉄道インフラを整備することは難しいため、既存の貨物鉄道を整備した上で、 通勤列車を走らせるという方法が最適だと考えられ、その中で非電区間でも走行可能で編成の組み替えが容易な機動車が注目されている。すでに2010年の時点でシーメンスのデジロやシタトラーレールの GTW など世界各国の鉄道車両メーカーの機動車が導入されており、アメリカ国内でもコロラドレールカーや破産後にその業務を受け継いだ。 US レールカーが起動車の製造を手掛けていたが、アメリカの厳しい安全基準に加えて、環境対策を施したディーゼルエンジンを搭載し、さらに保守性も向上させた、北アメリカ市場向けの標準型起動車は存在していなかった。そこで、日本車両製造はこれらの条件を満たした起動車を開発し、住友商事を介して2010年から展開を実施した。 車体はアメリカの対衝撃性基準に準拠した設計になっており、車体はオーステナイトケーステンレスコー、流線型の前面は繊維強化プラスチックによって構成される。編成は片運転台式の車両をつないだ二両編成を基準としており、以下の車種によって構成される。エンジンはカミンズが開発、製造したアメリカ合衆国環境保護庁のティアー4や、 ヨーロッパにおけるステージ5などの環境基準を満たした QSK19R 型を各車両の床下に1機搭載している。エンジンは6気筒式でコモンゲール燃料噴射システムを採用し、環境対策に加えてアイドリング状態からの高速加速を実現させるための高速なトルク応答を備え、駅間距離が短い通勤路線でも十分な性能が発揮できる。 エンジンの大きさも内蔵型電源モジュール内に収納できるほどに小型化され、車内レイアウトなどに支障をきたさない構造となっている。アメリカ・カリフォルニア州のソノマ軍とマリン軍を結ぶ通勤鉄道として2003年に設立されたソノママリンエリア鉄道は2010年に最初の顧客として日本車両製造製の機動車を18両発注した。 そのうち実際に製造されたのは14両で2017年の開業時から営業運転に用いられている。編成はトイレが設置されている A 車と自転車用ラックが設置されている B 車を組み合わせた2両編成を基本としているが、先頭車を増結することによる3両編成も用いられている。車内には段差がなくバリアフリーに対応しているほか、 開業時の時点で総延長を 69km という長距離を走ることから B 社にはバーカウンターが設置されている導入に関して2016年7月に車両火災が発生した際にカミンズ製のエンジンのクライクシャフトに欠陥が見つかった結果2017年4月までにエンジンを交換修繕する作業が実施され営業運転開始が当初より遅れた要因の一つと なった。2015年6月6日から営業運転を開始したカナダトロント中心部とトロント国際空港を結ぶメトロリンクスが運営する空港連絡鉄道であるユニオンピアソニーエクスプレスは開業に合わせて日本車両製造製機動車を導入している。編成は貫通扉付きの車両を中間に挟んだ3両編成が4本、2両編成が3本で 導入車両数は計18両となる。スマート向け車両と比べて、関連地を走るため、各種ヒーターの強化やスリップ防止用の設備など、大切、耐寒性を重視した仕様となっている。内装についても、スマートより短距離を走ること、空港連絡鉄道に用いられる車両であることから、自転車用ラックや、バーカウンターは設置されておらず、代わりに、 カナダの基準に基づいた荷棚や大型荷物を収納可能な荷物スペースが設置されている。列車便所は中間に連結される C 社に存在する。ただし導入開始の時点でユニオン・ピアソニー・エクスプレスには将来的な路線電化の計画が存在しており、電化が完成した際は日本車両製造性機動車は電車によって置き換えられる予定となっている。 2014年の時点でトライメットやマサチューセッツワン交通局も導入を検討していたが2018年をもって日本車両製造がアメリカ市場から撤退したため実現することはなかった。ありがとうございます。